山本志五郎作、米の武士道、裏藤の春旦。旦那様旦那様取り乱した声で叫びながら、一人の牢屋が土蔵の裏から庭の方へ飛び込んできた。広宴でひなの箱を開けていたお千代は、ぎょっとしながら立ち上がって、三富の弥兵さん、どうなさいましたああ、お千代様か。 旦那様をお呼び申してくださいまし、大変でございます。と様は、富みへ行っていますが、富みああ、それは困ったことだぞ。老人は流れる汗を拭こうともせず、肩で息をしながら、すぐ駆け出しそうにした。お待ちなさいまし、やヘさん。休養なら、うちのお助けを迎えにやります。何か間違い事でもあったんですか 間違いどころではございません。今、伊沢の大官所から、軍隊の領事様がおいでなさいまして、三富から秋山の村中、百姓という百姓の蔵を開け、持ち前全部を取り上げということで、偉い騒動でございます。お千代はびっくりして声を上げた。お百姓の蔵からお米をそれは、領事様がご自分でおっしゃるんですかそうでございます。 両子様が先頭に立って、抜き身の槍を持った足がある十人、第八車二十両を引いて、今村を回っているところでございます。私、行ってみましょう。お千代は助けを外しながら、今しも土蔵から雛を運び出してきたお梅を振り返って、ああや、私ちょっと、緑まで行ってくるからね。お前にここを頼みますよ。はい。 でも、お嬢様。心配することはないわ。きっと何か訳があるのでしょう。私が領事様によく聞いてみます。トト様がお帰りになっても、黙っていておくれ。頼みますよ。はい。では、どうぞお気をつけて。お千代は、腰紐をキュッと締め直して、野兵老人と一緒に屋敷を出て行った。 桃の節句にあと四五日、春の空はよく晴れ上がって、東南の山並みの彼方に、くっきりと描いたように、美しく裏藤が見えている。麦の伸びた二十歳の祖国こに、黄色の桃がほころび始めて、藪の中では、のどかに老王のささなきが聞こえていた。山も野も、森も林も、柔らかい春の日に、 うっとりと眠っているような真昼のひとときそのしじまを破って米がらを山と積んだ大八車が私の音もけたたましくみどみの尊道を伊さの方へと走っていたご覧なされませんあの通りでございますまあ私どもはどうやら領事様を見損なっていたようでございますぞ走りながら弥平老人は 憤怒の声をあげオチオは胸が震えた。そんなはずはない。あの方に限ってそんなはずはない。現に己の目で見たものを否定するようにそうつぶやきながらお千代は老人をせき立てて走った。三富村の用水堀を前にして久保田という名主の屋敷がある。その表に大勢村人たちが集まっていた。 老人も若者も、女も子供も、不安そうに屋敷の中を覗きながら、みんな青い顔をして、ひそひそと何か囁き交わしている。ごめんなさい。通してもらいますよ。お千代は、人垣けをかき分けて、屋敷の中へ入っていった。しかし、前庭まで行かないうちに、彼女は、あっと言って足を止めた。父がいるのだ。 父の五郎右衛門がすでにそこへ来ていた今駆けつけたところと見えて荒々しく肩で息をしながら土蔵の戸前に立ち下がって叫んでいるのだ「なりませんなりませんぞいかにお軍隊とは言いながらご家族名代名主の私に一言のご相談もなくかようなことをなさるという法はござりません」「そうだそうだこんな無法なことはあるものか」 何しとん。一歩も動かしちゃるな。みんなは死なばんもろともだ。庭へ詰めかけていた村人たちが、五郎右衛門の言葉にわっと歓声を上げた。騒がしい。沈まれ。若き軍隊、領事新兵衛は大喝した。彼の周りには、十人の足軽がいて、ギラギラと光る真相の穂先を並べ、諏訪といえばつきまくらんと身構えをしていた。 拙者は甲府城軍隊として来ている。三と三巣は花房、一宮草壁、以上五家村にある持ち前は、全部伊沢の車窓へ住み入れることになったのだ。大官所の達成だ。騒う者は、重きお咎めを受けると思え。またこれを拒む者、邪魔をする者は、容赦なく突き伏せるぞ。その利害をお聞かせください。五郎衛門は、 拳を震るわせて叫んだ。百姓の持ち前を車窓を入れてどうなさるのです。何のために車窓を入れるのです。持ち前が全部お取り上げになったら、百姓は何を送って生きていけばよいのです。問答無用。そこを抜け。新兵は一歩を大きく踏み出した。五郎右衛門は白髪交じりの髪の毛を震るわせながら、激しく頭を振った。 のきませんそのリア洋館を伺うまでは、一歩ものきませんぞそうか。では仕方はない。新兵衛はきゅっと唇を引き結ぶと、振り返ってさっと手を上げた。真相の穂先を並べていた足軽たちは、それを見るなり、ほっと時を作って、五郎いもんに迫った。その刹那であった。つぶてのように馳せつけたお千代が、 待ってくださいまし。と叫びながら、素早く父親の前へ立ち下がった。父は、私が申したとします。どうか乱暴はなさらないでくださいまし。父様、お願いです。どうかお千代をかわいそうだと思って。話せ、わしはご家村の名代だ。でも、父様は殺されます。旦那様 後から追いついてきたのだろう。下男の助けが飛び出して、お千代ともに、しっかりと五郎右衛門を抱きとめた。ここであなたがおしになすっても、五花村が助かるわけではござりません。後の言葉みんなで相談するとして、ともかくもあちさえおいでなさいまし。おい、みんな手を貸してくれろ。久保田の下男たちも飛んできた。 ゴロエモンはなおも懸命に踏みとどまろうとしたが、決起の若者たちに抑えられてどうしようもなく、ずるずると向こうへ引きずられていった。新兵衛は顔の筋も動かさず、よし、米を運び出せ、と静かに命じた。お千代は身を震わせながら見ていた。足軽たちはどしどし蔵の戸前を開け、 米俵を運び出しては車へと積み上げる。積み終わった車はすぐに表へと浮き出されていった。一票も残してはならんぞ。手間取って時を過ごした。早くしろ。新兵衛は断固たる口調で命じていた。七十票余りの米俵がたちまちのうちに積み出された。 そして全部の俵数を書いた軍隊手形を渡すと、新兵衛は部下を促して大股に屋敷を出て行った。村人たちは呆然としてそれを見送った。青い顔に、憎悪の目を光らせていたが、もう誰も声を上げるものはなかった。お千代は彼らの後を追った。怒りと疑いとが、彼女の小さな胸を締め付け、 かき乱した新兵衛は大股に車と足軽の列の後ろを歩いていく背丈の高くたくましいその肩付きが今お千代にはまるで見知らぬ人のように見える「領事様お待ちくださいまし」土橋のたもとまで来た時お千代は足を早めて追いつきながら呼びかけた新兵衛は足を止めて振り返った 何かか。用ですかあなたはあなたはお千代の声は哀れなほど震えた私の父を今殺そうとなさいましたそうです新兵衛は娘の火のように激しい瞳を正面に価値と受け止めてうなずいた拙者は伊沢軍隊として 役目の命ずるところに従ったまでです。では、本当に父を殺すおつもりだったのですかお百姓たちから大切なお米を取り上げた上、そんな非道なことをなさるおつもりだったのですか拙者は役目の命ずるところに従ったまでです。領事親兵衛が伊の軍隊である以上、軍民は領事親兵衛の命に背くことを許しません。 千代は、軍隊としてのあなたに申し上げているのではございません。お千代は、愛想するように言った。父がお好きな領事様、今日まで千代がお信じ申していた領事様に申し上げているのです。本当のことをお聞かせくださいまし。お百姓たちのお米を車窓へお取り上げになるのは、どういうわけでございますか。あなたは本心から、 父を殺そうとなすったのですか新兵衛はきっと娘の目を見つめて。お千代殿。低く力のある声で言った。あなたは今、この新兵衛を信じていたと言いましたね。はい、申しました。拙者を信じながら、拙者のをすることが信じられないのですかお千代は。 膝がガクッとなるような感動に襲われた。返事ができなかった。しんべは、なおも娘の目を強く見つめていたが、人を信ずるということは、軽率ではないはずだ。あなたにとって、今拙者のしていることが疑わしいのなら、拙者を信じていたというあなたの目は狂っていたのだ。ただそれだけのことですよ。 おち代は、物も言えずに立ちすくんでいた。新兵衛は軽く黙礼したまま、車の後を追って去った。甲府牢城ことは迅速に、しかも断固として行われた。伊沢軍隊の支配下にある農家の貯蔵米は、片端から運び出されて車窓へ収められ、 3日目にはどこの蔵にも一票の米も残ってはいなかった。ああ、みそこなった。あの人間だけは見損こなった。五郎右衛門はふ怒ぬに震えながら我と我が不明を恥じて罵り立てた。甲府のお城がどうなろうと、軍隊だけは我々の味方だと思っていた。あの男だけは。 無道な真似はすまいと信じていた。わしは馬鹿者だ。盲人だ。あのような人間とは夢にも知らず、娘を嫁にやろうとまで考えていた。この目は節穴も同然だった。五郎右衛門は心から新兵が好きだった。領事新兵が軍隊に赴任してきてから四年にしかならない。 彼はまだ若く二十五歳になったばかりだったが、過断と明敏な手腕を存分に振るい、たちまち軍内の知石を素晴らしく上げた。しかもその地方がすべて官に薄く、軍民に厚く、第一に農村の繁栄を土台としていたから、一人五郎衛門だけでなく支配下にある民たちは、名軍隊として心から信頼していたのである。 時政は本端のような変典のもとにあった。その前年、すなわち慶応三年十月、徳川義信が大政を奉還し、大政が朝廷に服してから、天下は御一心の喜びを迎えたと思う間もなく、とは伏見の戦が起こって、義信は水武士を受ける身の上となり、初代諸皇は徳川家のために、 矛を取って刺すという評判が縦横に飛んだ。甲府城には、堀田佐賀守が城代として赴任するはずだったが、江戸へ逃れた吉信は、寒芸寺に入って謹慎し、政権はすでに朝廷に服しているので、城代という役目が取れないというのを理由に、まだ甲府へは来ていなかった。政党軍はすでに、 高新の国境へ迫っている。領民たちはまだ和船いずれともわからず、お城では合戦のつもりらしい。いや、将軍家のおぼしめし通り、おとなしく城を明け渡すそうだ。そんな噂に、一喜一憂を繰り返していた。すると二月下旬に入って、急に甲府城から付近の農村へ手配があり、 農民の貯蔵米を兵糧として片端から刈り上げを始めた。市川の軍隊で米のお刈り上げが始まったぞ。何々村へもお刈り上げが来た。昨日はどこの村へ行った。そういう秘宝が村から村へと伝わった。けれども、伊沢軍隊の支配下にある人々は、領事親兵が 自分たちの味方だと信じていた。自分たちに合をさせるような、無慈悲なことはしないものと信じきっていたのである。それが見事に裏切られた。幼児新兵衛は、何の前触れもなく、真相をひっさげて村々に現れ、拒む隙も与えず、電光石火の素早さで、さっと貯蔵米を引上げてしまったのだ。五郎右衛門の怒りは、 誰よりも激しかった。彼は、新兵衛の人柄にすっかり惚れ込んで、娘のおちをめとってもらおうと、すでに縁談を進めていたくらいである。わしは自分が偶者だったために、ご家村の人たちにとんでもない不運を与えた。あんな人間だと知っていたら、早く米をよそへ移す手配をしたものを、残念だ。 彼は自分の馬鹿さを責め、軍隊の無道を罵り続けた。落千代の心は、宙に迷っていた。新兵衛のやり方は、確かに無法である。全く日頃の人柄に似合わないやり方の無法さについては、何とも弁護の余地がない。しかし落千代の耳には、まざまざと、新兵衛の一言が刻みつけられていた。 拙者を信じながら、拙者のすることが信じられないのですか新兵衛を信じ、いや、愛してさえいたお千代にとって、この一言は、骨髄に徹する意味を持っていた。あの日から3日、新兵衛の手で、村々から貯蔵米が、どしどし車窓へ運び去られるのを見ながら、彼女の心は、 怒頭にもまれる木の葉のように、信頼とギクとの間をさまよっていた。かくて、三月一日の朝のことだった。みとみと草壁から、名主敏りが駅接きって駆けつけ、甲府城の手代衆が、貯蔵米お借り上げという触れを持って、今、村々を回っているということを知らせた。それはどういうわけだ ゴロエモンも驚いた。貯蔵前は全部、伊沢の車窓へ運ばれてしまったではないか。だからその通り答えたのだ。すると手大衆はうろんと思ったものか、一軒一軒蔵を開かせて見回っている。もう間もなくここへも来るに違いない。待て、ちょっと待て。ゴロエモンは、急に膝を乗り出した。 これはうまいぞ。いさの軍隊は、お城の不良を差し越して米を取り上げたのだ。軍隊はまだ命令が来ていないのに、領事新兵衛が一人勝手でやったのだ。よし。お城から手大衆が来たのを幸い、わしが軍隊に一泡吹かせてやろう。何か、妙案があるかやってみる。手大衆のいるところへ案内してくれ。 五郎右衛門は、卒然と立った。伊沢の大官所の地続きに、七都前の素晴らしく大きな土蔵が立っている。それが車窓であった。車窓は、備行貯蔵米を収めておく倉庫で、天明七年の大飢饉の後を受け、領内の富豪の縁金と、幕府の補助と思って造営され、甲府城中にも、 清水車に立てられていた。つまり、強行返済に備えたるもので、よほどのことがないと、手をつけることは許されない。村々から運んできたおびただしい米を、領事新兵衛はこの車窓へ収め、戸前を閉ざした上、今、目塗りまでし終わったところであった。すっかり終わったか。はい、終わりました。 手抜かりはないだろうな。新兵衛は、蔵の周囲を入念に見て回った。村方のものはだいぶ気が荒くなっている。火をかけて焼いてしまいというものさえあるそうだ。その用心に抜かりがあってはならんぞ。水の手の用意も、決して抜かりはございません。よしよし。では、みんな休むがよい。連日、 休む間もない激しい労働で、みんなくたくただった。新兵衛もようやく重荷を下ろした感じで、一息入れようとしているところへ、下役の者が飛んできて、城下から、寄り奇襲がお見えです、と知らせた。新兵衛は、帰していたもの,のごとく。見えたかよし、すぐ会おう。こちらへお通し申しましょうか。いや、自分で参る。 新兵衛は先に立って大官役所の方へ戻った。すでに黄昏の色が濃く、辺りは夕もやでおぼろにかすんでいた。役所の門を入ったところに、与力、山田権之助と、運の伊八郎の二人。何やら声高に話していたが、新兵衛が近づいてくるのを見ると、満面の笑みとともに。 よう領次「気公やったな」と元気な声で叫んだ新兵衛は静かに近寄りながら「やったとは何のことだ」「兵糧を借り上げさ」「運の伊八郎がコクッと頭を振った我々は朝から回っているのだが気公の支配内へ入るとまるですっからかん一粒も残らず積み出した跡だという」 さすがは領事しんべえたと驚いたところだぞ。実は秋子が普段百姓美意気なのでな。と山田梵之助はにやりとして言った。正面から申しては反対があろうという。隙を見て一気稼星にやれというので、今日運のと二人今日ついたわけさ。ところがさすがに閉まるところは閉まる。もうすっかりかすった後と聞いて呆れたよ。 だが、領事。気をつけんといかんぞ。なんだ。気候の過壇には契服するが、百姓どもはだいぶ気候を恨んでおる。現にさっきも、五家村明大の秋山五郎衛門とやら言う者が、気候の仕方を差し越しであると言って訴訟しおった。そうか。うん。拙者は一言のもとに叱りつけたが、うっかりすると、 闇夜に光り物がするぞ。忘れないようにしよう。しんべはニコッとしてうなずいた。用事はそれだっか。いや、まだ肝心なことがある。伊八郎が急に形を正していった。明朝をよす、甲府城中で戦表情がある。極限たがわず途上せよとのお出しだ。心得た。 様子を忘れるなよ。ではまた、その席で会おう。領事、面白くなるぞ。紺之助と伊八郎はそう言って高々と笑い、会釈をして、黄昏の道を帰っていった。その夜、新兵衛は、久しぶりに風呂へ入り、また、珍しく、焼釈して、新庄へ入ったが、いつも、明けむすに起きる習わしを破って、 その朝はいつまでも起きる様子がなかった。前日の話を耳にしていた歌詞が心配して幾度か新庄を覗きに行ったけれども彼は大然といびきをかいて眠っている。しかし、六す半を過ぎ五つを打っても起きないので歌詞はついに我慢を切らし、申し上げます申し上げます 少女の外から呼び起こしたう。う、誰だ飽きるほど呼んだ後で、ようやく新兵衛の寝ぼけ声がした。キエモンにございます。ああ、消えンか。なんだ。先ほど一層落ちました。ご登場なれば、お支度をなさいませんと、間に合わんと存じますが。何登場バカな。新兵衛はむにゃむにゃと、 寝け声で言った「途上するようはないもう少し寝るから外しておいてくれああいい気持ちだうん甲府城から金子柴田剣持が馬を飛ばしてきたのは9つ近い頃であった付き添いは太田一郎兵衛西田武四郎の寮に接待部屋へ通されたが 待つことを死半あ余り。やがて今おき申しうろうという目つきで、新兵衛が出てきた。お待たせつかまつって失礼。失礼ではないぞ。剣持はいきなり土星を上げた。できるだけ我慢して、我慢の尾が切れた声だった。新兵衛は別に驚く様子もなく、けろりとして座につく。その面上へ叩きつけるように。 剣持は口から大液を飛ばしてわめいた。今朝四つ、城中において戦表情のあることを忘れたか。山田運の両面の者からそう申してあるはず。聞かんとは言わさんぞ。なるほど。いや、あなるほど。新兵衛はもっともらしく頷いた。そう言われてみれば、確かに聞いたように思いますが、失礼。 拙者この四五日ぶっ続けの奔走で疲れ果て珍しく寝酒を用いましたせいかとくと失念をつかますりました。もはやその表情には間に合いませんだろうか。聞こうまだ酔っておるのか。なかなかもってもはや過去のごとく正気でございます。よし正気だと申すなら常駐表情の次第を聞かせる。 剣持は形を正していった。先般将軍家には大政奉還をあらせられ、朝廷に対し立てますり、ひさすら教順の誠をいたすといえども、さっちょうどその間にあってことを湾曲し、ついに追捕手を使わさるのご悲運に陥らせたも。我ら徳川不代の信として、君の縁を感化しがたく。 あえて聖者を結果に相上し立てますらんと押す。よいか。剣物は、旗と膝を打って続けた。この意味をもって、我ら甲府金盤の死は、新戦組近藤勇殿の兵を城へ迎え、籠城し、東制軍と決戦することに決したのだ。ほう、近藤さんが来られますか。到着は、 両三日打ちであろう。こちらとはすでに、固く連絡がついておるのだ。とば伏見の戦で傷ついた近藤勇は、義信に迫って一戦を商用したが、すでに強順のいい仇吉信は、寛永寺に引きこもって動かない。それで、甲府城の近視、柴田剣持、ほぼ中太郎らと測って決戦の策を立て、自分は、 大久保大和と返名して、すでに大使を率いて、会へと発行していたのである。拙者がここまで馬を飛ばしてきたのは、ついさっき、ニラサの番所から急使があって、同州藩の先方隊が小淵沢を越えたという情報を持ってきた。先備は気をする。ついては、気候の預かる車窓街を、すぐ城へ移してもらいたいのだ。 それはまたなぜです。無論籠城に備えるためだ。またここにおいては敵の兵糧に使われるからだ。場外の金村へお借り上げを命じた米が十分にお城へ入っているのではありませんか。そうむやみに積み込んでも食料を余って兵足らずではしょうがないでしょう。わけのわからぬことを言う。 剣持はイライラしながら。つまり気候は、車窓米を城へ薄つことに反対なのか反対もクソもないですよ。車窓というものは、成り立ちが違うのです。無論ご存知だろうが、これは、領民たちのための微行彫像で、城兵の表糧に使うべき性質のものではありません。何気候、それは本気で言うのか 本気ですとも。新兵衛はにやりともせずに言った。剣持にとっては、無双だもせぬ一言である。カッと怒りがこみ上げてきた。しかし剣持は、辛くもそれを押さえつけて。なるほど。諸僧本来の成り立ちはそうかもしれん。しかし今は全く非常の場合だ。ゴーフ城の運命を落とする必死の場合だぞ。 甲府城の運命は、すなわち領民の運命だ。かかるときには、車窓もお役に立つのが当然ではないか。おっしゃることはよくわかりました。それでもう一度申し上げますが、と、新兵衛は静かに言った。領事新兵衛は、甲府城代の命で伊沢軍隊を務めています。軍隊として車窓を守るのは、拙者の責任です。 では、城代副次として拙者が目ずる。車窓前をすぐに城へ移すがよい。軍隊への命令は城代直々に限ります。では、どうしてもならんというのだな。そうです。箸と膝を打って剣持が立った。彼は、船の目で新兵衛をねめおろし、ブルブルと拳を打ち振りながら叫んだ。 十代四個の城を捨てても、偏々たる車窓の掟き手を固執するのが、貴公の武道かそれが幕臣としての道だと思うか貴公それで、腰の刀に恥じぬか柴田さん、帰りましょう西田武四郎が奮然と促した。何を言っても無駄です。口でわからぬ奴は、実力で教えるのが一番。帰って手配をする方が早いでしょう。 行こう、一三人は席をけたてて立った「国の実りトト様トト様」息を据えてはせつけたお千代がそう叫びながら父の今の襖を開けるとそこには五家村の名主たちが集まって何か密談をしていたらしいぴたりと口をすぐんで振り返った。 来てはいけない出ろ、おちよい,いえ、い,いえ。おち代は強く孔病を振りながら、つかつかと部屋の中へ入って、皆様のご相談にも関わりのあることです。トト様、千代は、大干渉へ行って参りました。何大干渉へ行ったそれは申し訳のないことですけれど。 お城の手大主へ領事様を訴えて、一泡吹かせるとおっしゃったのを聞き、どうなったか気がかりで、とてもじっとしてはいられなかったのです。お千代、お前それは本当か本当です。でも、お聞きくださいまし。お千代は、父の言葉を遮っていた。千代が参ったとき、ちょうど役所へ、お城からお下が来ておいででした。 聞いてみますと、車窓の米のことなんです。おしゃのおっしゃるには、土佐の先方軍が寄せてくるので、籠城は免れないから、すぐ貯蔵米を城へ移すようにとのことでした。そうなることと思った。やはり昨夜のうちに押してゆくべきだった。五人の名主たちが支えかわすの、お待ちくださいまし、とお千代は。 生して続けた。おっしゃはすぐに、米を運べとおっしゃいました。すると、領事様は、きっぱり、お断りになったのです。ええ断ったとお断りになったのです。領事様は、車窓の成り立ちをご説明なさいました。車窓の米は、領民のための備行醸造で、 評論にするものとは性質が違うと、はっきりおっしゃいました。名主たちは、あぜんと顔を見合わせた。お千代は感動に震える声で、トト様、私たちは、間違っていたのです。お分かりにならないでしょうか。領事様が、ご家村の米を取り上げたのは、車窓へ集めて、 そこで守るためだったのです。米が五花村チりじりにあっては、守り通すことが困難です。まして無力なお百姓たちが持っていては、お城からお借り上げに来られた場合、どうにもできません。領事様はそれを見越して、全部を車窓へ積み込んでしまったのです。そういえば、昨日お城から手代衆がお借り上げに回ってきたそうだ。 軍隊様は取り上げなくとも、昨日は、お借り上げになるところだった。名主たちは座り直した。五郎右衛門は膝をすめながら念を押した。お千代、今の話に居座りはあるまいな。嘘でない証拠に、皆様のお力を借りに変えたのです、トト様。お千代は、息もつかずに言った。 領事様がお断りになったので、お医者たちはすっかり怒り、どうやら城へ戻って人数を集めてくる様子でした。腕づくで車窓を開けようというのかはっきりそううしていきました。トト様、軍隊役所では、わずかな人数で車窓を守ろうとしています。私たち、黙って見ていてよいのでしょうか名主たちは、 五郎右衛門を見た軍隊の本心が初めて分かりその気球が目前に迫っているしかも軍隊の気球は五家村の米を守るためのものだ五郎右衛門はくっと表を上げた皆の衆今お聞きの通りだすぐに村へ帰って若い者を集めてくださるのかよいとも 若い者には限るまい。そうだ。足腰の引く者はみんな出て、軍隊のお味方をするだろう。名主たちは一斉に立ち上がった。しかし騒ぎ立ててはいけない。武器も持ってはならん。目立たぬようにわしの家へ集めてもらいたい。国園はくれむつだ。承知した。では、むつまでに必ず。 いさみ立っていく名主たちを見送る五郎右衛門の顔は明るく腫れ上がっていた。お千代はそれを泣きたいような幸福感でじっと見つめていた。その頃、軍隊役所では、車窓の周囲に堀を掘り、それに水を引いて万一に備える一方、役所の内部もすっかり片付けて、いつ城兵が攻め寄せてもいいように、 準備を急いでいでた。大寛鉄家の人数32人みんな新兵衛のために一心を投げ出す人々だけだった城からは何の沙汰もなく宵イセックの日はとっぷりとくれた「おいかがりへ火をつけろ」新兵衛の命令でかがり火が赤かと思い出した車窓の周囲に5箇所 役所の前に2箇所、宵闇を焦がして燃え上がる代わり火は、そのまま彼らの闘志を漂白するようだった。甲府城からほぼ中太郎が10名の見知らぬ武士を伴って来たのは、およそ六半ごろのことであった。来たか。新兵衛はうなずいて出て行った。ほぼ中太郎は、 小無足に身を固め、右手に鉄の鞭を持っていた。彼は、ぎろりと新兵を見やりながら、柴田から、気候のゾンを聞いた、と、霧工場に行った。いろいろ言葉の行き違いがあるようだ。しかし、今更そんな問答をしている場合ではない。幸い、近藤勇殿の大使が見えたから、ここへご案内してきた。 お互いによく話し合おうではないか。もう話すことはないと思いますがな。あるよ。大いにある。近藤勇の大使という、十人ばかりの僧使の中から、優れてたくましい人物が一人、大股に前へ出てきた。気候は徳川家の直進だろう。甲府城は幕府直轄だ。よいか。 はじめにそいつをはっきりさせておく。ところでトサゴンの先法は、もうニラサキ近くまで来ておる。もうこの米を城へ運び入れる暇はない。しかしこのまま置けば、車窓の米は敵の兵糧にされてしまうだろう。貴公が甲府城禁盤の死であり、爆心なら、ミスミス敵を利するような真似はしないはずだ。よいか。 そこで我々は、車窓に火を放って焼却することに一決した。無論これなら、機構にも依存があるまいわ。それでわざわざお越しですかしんべは平然として言った。そうだ。それでわざわざ来たんだ。それは、お気の毒ですな。何新選組の大使は、ちょっとず火山を持って聞こえている。 はじめは田舎の軍隊ごときとなめていたのだが、この大胆な挨拶にあってカッとなった。新兵衛は色も変えずに続けた。柴田さんに申し上げた通り、車窓の米は、領民たちの微行貯蔵です。甲府城のものでもなく、幕府のものでもありません。ことに昨年十月、将軍におかれては、 大政を奉還遊ばされ、国政を挙げて朝廷の御手に服しました。将軍家において、深くご謹慎遊ばすごとく、拙者は、己の預かる車窓を守り、これを無事に維新政府へお引き渡し申すことを責任と思います。だが、ミスミス敵軍を利する者だぞ。焼き捨てることが、敵の不利を決定すると思いますか 新兵衛が初めて声を張り上げた。米は国の実りという。戦に多少の利があるにせよ、国の実りを焼き捨てるような無道をして、気候らの大義名分が足すと思いますかこれほどの道理が分からぬようでは、何を申すも互いの無駄だ。お帰りなさい元気だな、軍隊。帰れと言うなら帰る。相手は、 引きつるような笑い方をした。だが、帰るには土産がいるぞ。くれるか。ご所望なれば。よし叫ぶとともに、大使の一人が身を沈めた。抜き打ちである。身を沈めたと見るや、ぎらっと白人が、新兵衛の右胴に伸びた。しかし同時に、新兵衛の体が伸び上がったと思うと、大きく上から、 抜き打ちの剣を振り下ろした。大使の剣は、新兵衛のひばらを裂き、新兵衛の剣は、大使の頭を立ち割った。だっと前のめりに転倒する大使を見て。やったその軍隊逃すなわめきざま、ギラリギラリと抜きつてた時である。わーっという時を作って、手に手に松明を振りかざした農民たちが、雪崩のように門内へ殺到してきた。 いかん立ち抜けほぼが叫ぶまでもない。残った大使たちはそのまま裏手の牡蠣を押し破って逃れ去った。新兵衛はそのありさまを、とくと見定めた。そして、意識を失って倒れた。板垣大助の先鋒、陰州藩の軍艦、西尾尊巳之助が甲府城へ入ったのは、 三月五日であった。これが予想以上に迅速だったのと、近藤勇の隊の入場が遅れたために、城兵は一戦する糸間も,もなく敗走した。ひばらの傷で寝ていた新兵衛のもとへ、その知らせを持ってきたのは、五郎衛門であった。娘のおちよも一緒だった。やはりそんなことでしたか。 全く情けない負け戦で逃げた者も多くは捕らえられたり斬られたり落ち延びたのはわずかな人数だと申します。しかし、としんべは低くつぶやくように言った。いずれも幕府の恩を忘れぬ人たちだった。考え方こそ誤っていたけれども、神明を惜しまぬ覚悟はあっぱれ武士だ。 本当に、あっぱりな人たちだった。五郎右衛門は、思わず神戸を垂れた。ひっそりと、物音の絶えた春の午後、言葉の途切れた一時の静まを縫って、その時、遠くから小太鼓の音が、かすかに響いてきた。太鼓の音がする。お千代殿。 症状を開けてみてください。何ですお千代は立って症状を開けた。街道を遥かに行く群馬の列。もうもたる土煙の中に輝かしい近畿を放置しているのが見えた。見えますかはい。官軍が東へ行くところでございます。東へ では、新軍の太鼓ですね。二式の御旗も拝めますわ。新兵は、枕をどけて神戸を伏せた。五郎衛門も、お千代も神戸を伏せた。太鼓の音は東、へ東へ、東へ。